経典愛人実行委員長の菊野克典です。5月28日第4回経典愛人連舞大会を墨田区総合体育館武道場で開催します。今回もたくさんの達人の先生方がご来場いただけるということで、しかも、今回ですね、たくさんのまたね出場選手が申し込みをいただき、確実に盛り上がると思います。お楽しみにしていてください。でですね、今回はやてぃチャンネルの小林さんが何か言いたいことがあるということで、今日来てくれてます。どうぞ。菊野さん、あ、どうしました。どうも、はやてぃチャンネルの小林です。分かってます、誰だお前。その通りです。50流疾風伝はやてぃチャンネル、はやてぃっていうね、はい、達人がいまして、はい、その相方を務めさせていただいてます。よく存じております。お世話になってます。はい、ちょっとですね、経典愛人、もう誰でも何歳からでも強くなれるっていうコンセプトで、子供にも見せたい格闘技大会なわけですね。誰でも何歳からでも誰強道場のコンセプト で、経典愛人は親が子供に見せたい格闘技じゃないですか。はい、そうですそうです。ってことは、まあ、僕右半身に今肩まひが残ってるんですよ。はい、後遺症で。そんな僕でも出れるんじゃないかと思ってるわけなんですけど、どうですか。めちゃくちゃきょとんとしてらっしゃる。いやいや、ですね、実際ですね、僕、はい、鹿児島で2018年に経典愛人を開催してて、そこではそれこそその障害がある方が、まあ、いわゆる、パラマッチ、障害のある人と障害のある人がこう戦うってことをやったんですよ。やられたんですね。はい、そう、どうだった。いや、もうでも感動的ですよね、やっぱね。本当になんか魂を見せてくれたっていうか。なるほど。はい、僕は17年前に脳卒中を発症していて、はい、まあ、右手がちょっとこう震えちゃうっていう疾患と、あと軽く肩麻痺っていって右足が麻痺してるの、はい、なんで左を中心に組み立てようと思うんですが、はい、多分ですけど、菊野さん主催者じゃないですか。めちゃくちゃ優しいからやれますかって言ってくださったんですけど、内心ちょっと不安あるんですか。いや、だから今の小林さんの状況というか、まあ、その例えば、はい、なんですかね、本当にまた倒れられたら困るっていうのもありますし、はいはい、あと、まあ、対戦相手もね、どういうルールでどんな相手でやるかっていうのも、はい、すごくちゃんとね、お互い怪我がないようにしなきゃいけないん で、ね、はい、本当に子供に見せられなくなったら困りますね。いや、もう本当そこはね、やっぱね、えぐいのとかね、なんか苦しいのは見たくないの で、 そうですよ、ね、でも小林さんが、はいはい、なんかそういう状況でも勇敢に戦ってる姿とか、諦めに戦ってる姿とかは見せたいですよね、子供にね。そうなんですよ。もう僕、ボクシングのプロテスト直前に倒れてるところがあって、あれを再び自分の中で取り戻したいって言って、障害を負ってからも実はやってたんです、ボクシング。あ、はい、でもプロテストまで行けるぐらいになったねって言ったけど、制度上無理だったっていうのがあって、で娘がね4歳なんですけど、はいはい、父ちゃんがかっこいいとこ見せたいじゃないですか。あ、そうだ、経典愛人だと思って、お願いします。わかりました。まだね、よしとは言えないですけど、まずはそのちょっと今から小林さんの動きとか、はい、あ、はいはい、状態を確認させてもらって、なるほど、それからルールと対戦相手を決めるという形にしたいと思います。はい、ありがとうございます。やってみましょう。やってみます。上段突きなし、基本ルール、はい、ボディのパンチや蹴りがあって、あと押し出しがありのルールですね。はい、お願いします。初めにレイ、お互いにレイ、お願いします。します。じゃあ、お願いしますよ。怖い。お願いします。お願いします。はい、お願いします。なるほどね。怖え。なるほど。超怖い。なるほど。やっぱボクサー、まあ、なんかプロに合格するレベルのポスター。
ボクサーなわけで聞いたらいいパンチ。しかもだから左をしっかり使うことによって、まあ、配置をカバーするわけですね。リベンジぐらいはできるんですね、選手はね。そうですね、それしかできないです。なるほど。まあ、右側があまり使えないけど左はやっぱさすがに強いわけですね。ですか。もう実際にもでしょ、投げとか踏ん張れないですか。ちょっと投げたことないですか。はい、受け身とか取ったことあります。学校の、中学校の授業ちょっと、おへそで、そうそうそう、おへそで、あの頭の上までいかないように、そう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 、なるほど、丸くなって、まあ、はい、こうなるんです。そう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 、丸くなる、丸くなるんですね、はい。これ受けた方がいい。最初、うわっ、これは疲れますね。いやでも良かったですね、今ね、立ち上がりも、あのまず足でしっかりさ、こうね、力出せなくして、しっかりさばきましたね。で、右のパンチも出しましたのかね。そうなんですよ、がむしゃらです。ほう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 、どこに飛んでいくかちょっと分かんないんですよ、右は。できなくはないからですね。なるほど。じゃあ次は寝技ありです。地獄の始まりですね。でも言うてもですね、そのガッツリ抑え込むっていうのは禁止なんですよ。あ、そうなんだ。噛みつかれたり目に指入れたりするっていうことが想定されているので。なるほど、はい、なので、さっきみたいにこういう感覚とかって噛まれたりしない距離を保った状態でこう、反応を反応したり。なるほどですね。あとさっきの組みつきとかも、例えば、はい、こういうところで止まってると噛まれたりとか筋肉ってやったりするんで。なるほど。こういう時は瞬間ずっと動きながら、まあ、止まっちゃうとやっぱ噛みつかれるんで、動きながら動いてる間は大丈夫。なるほど、了解です。奥向けで、寝技においては、まあ、パウンドは1ポイントになります。はい、であとは、関節技も1本、持っていくわけになったら1本ですね。よかったです。よし、じゃあ行きますよ。さあ、始めます。はい。お願いします。いきます。はい。これで始める。
おっ、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 おフリパの私も切れたナイフしだよ。おー、切れたナイフ小林だったってね。すげえ。おー、今良かったっすね。本当ですか。そうですか。優しい先生。いきますね。世界で一番長い1分ですね。意外と1分長いですよね。長いっすね。やば。冗談好き次は、はい、寸止め寸止めそう寸止めそうじゃあもう目つけないんで寸止めしっかりと怖いで、冗談回しでもねおあるんですけど、はいはい、まあそれさっきの理由もそうなんですねまあそれは今話しましたで、あそこは、まあ、一応冗談回しでも冗談回しが本当は寸止めじゃないんですよおぉガツンって蹴ってくる可能性も超怖くないですか、はい、倒れますよねですよね、はい、一応あるという設定ではい、ありがとうございます冗談好き寸止め基本ルール、まあ、押し出しはあるんですねはい投げ技、寝技なしです投げ技、寝技なしはいただ打撃っていうことですねさっきのね、パンチの寸止めは了解です剣もさっきもこんなあったおぉよっしゃおそれで、はいはい、お願いしますマッションこれでですねThank you.
なんかでも国枝に対してちゃんと免疫あるな。ないです。免疫ないです。大丈夫ですか？大丈夫です。疲れていくと本格化していくんですよね。うん、面白い。やっぱ楽しいですね。そうなんですよ。すげえ楽しいっす、それ。安全に楽しく。確かに。ちなみにハイキックが出るとどんな感じになるんですか？ああ。なるほど。まあ、それが守るんですね。なるほど。怖いっすね。じゃあ、冗談つきすぎて、寝技あげるよ。やめた。で、あとこれやったあともう一つだけなんで、あと2つよし、行きましょう。ありがとうございます。パンチは本物だし、ハンデはあるけどパンチはインフ見ましたね。すいません、これ僕死ぬかもしれないです、これ酸欠。そうですよね、溺れるんですよね、これね。そうですよね、と言ってたら締めるってみたいな。まだ大丈夫ですか？死ぬときは死ぬって言ってください。遅いっす、これ。それ結構遅いっす。すごい、もう見えない。もう曇りの向かいもないです。これは何ルールでしたっけ？これはレスリーコンスリーです。何だろうですね。はい、わかります。はい、お願いします。お願いします。はい、お願いします。あ、怖い、怖いよ、怖い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 、実際今ちょっと逆に困った。
どういう組み合わせにしようかなと。おお、なるほど。ね、あのパンチはもう威力があるけど、ボディとかで倒しちゃうと。そうですね、ちょっとルールと対戦相手をよく吟味して、はい、組みたいなと。あの、まあそれこそね、でも、そうだよね、余計なこと言わないと。まあでも先生主催者だからね。実際、障害当事者が出場するっていう重みが、多分すごいいろんな面で遠慮しかかっちゃうと思う。まあまあね、やっぱりリスクっていうのは考えますよね。ただもうこれはっきり分かっていただきたいのは、私がやりたいと。菊野さんにちょっと無茶ぶりをしている感じなんで、何とぞちょうど安全なところで、そうですね、経験相手のコンセプトでやらせていただければ、はい、と対戦相手を吟味して、はい、あのちょっと前向きに組みたいと思いますんで、ありがとうございます、はい、いやちょっと小林さん その生き様っていうんですかね、生き様とその戦う様をぜひ現地でもライブでもいただけたらと思いますので、ちょっとドキドキしながら、ドキドキします、はい、準備していきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。